三つ指カモメは、超高千鳥目カモメか三つ指カモメ属に分類される、鳥類の一種。三つ指カモメ属の模式種。北大西洋、北太平洋、地中海、北極海。北アメリカ大陸やユーラシア大陸、グリーンランドの海岸部で繁殖し、冬季になると、北、大西洋や、北太平洋、北極海で越冬する。日本では冬季に、越冬のために、 九州以北に冬鳥として飛来する。全長39センチメートル。翼海蝶91から97センチメートル。全身は白い羽毛で覆われる。翼の上面の羽毛は青みがかった灰色で、初列風切りの先端が黒い。額は出張らない。くちばしの色彩は黄色。種小妙トライダクティラは三つ指の縫いで第一子が、 痕跡的で跡が3本しかないように見えることが、由来で和名と同義。足の色彩は黒く、英名の由来になっている。夏和は,は頭部が白い。冬和は,は後頭に黒い反紋が入る。幼鳥は、くちばしの色彩が黒く、後首に黒い筋模様が入る。また翼の上面に黒いアルファベットの M 字状の反紋があり、おば先端の羽毛が黒い。 外洋や外洋に面した海岸に生息する。植生は動物食で魚類、軟体動物等を食べる。海面に浮かびながら頭部を水中に入れて獲物を捕食するが潜水して獲物を捕らえることもある。大規模な集団繁殖地を形成する。岩壁や岩棚の上などに土や枯れ草、海藻などを踏み固めた皿状の巣を作る。内陸部や 民家の屋根に映像した例もある。1回に1から3個の卵を産む。死友とも放卵を行い、放卵期間は25から32日。生後4から5年で、生成熟する。アイスランド語で本種を指す故障リタは、三指カモメ族の俗名リッサの由来になっている。漁港などで魚類の残骸を漁ったり、天候の悪い日に避難してくることもある。 また人工建築物の窓に映像することもある。ありがとうございます。